カーバーの名が記されたドロマイトの器カーバーはエジプト皇王国のファラオであり、一般にはエジプト第三王朝の終盤に統治したファラオとして知られている。セケムケとの後継者であり、セケムケトとトジスリットネブティの間の息子だと考えられている。またカーバーは、紀元前2640年から紀元前2637年の比較的、 短い4年間在位したと考えられているが、この時期は、乏しい確証に基づく、憶測の多い時代でもある。カーバーは、ギザの 2km 南方ザウィトエルアリアンにある、創上ピラミッドと関係があると言われている。これは、未完成のピラミッドで、約42から45メートルの高さになるはずだが、20メートルまでしか、建設されなかった。このピラミッドを、カーバーと結びつける、 直接的な碑文は存在しないが、ピラミッドのすぐ北にあるマスタバゼットマイナス500の付近にある4つか5つの建造物と8つのアラバスターはカーバーが作ったものだと証明されている。この王は鳥の王名表に消去として記載されており、これは彼の知性下で王朝上の問題が起こったか、この表を作成した初期間が さらに古代の記録から完全に判読できなかったことを示唆している。またカーバーは、実は、第三王朝最後のファラオであり、フニと同一人物であるという主張もされている。カーバーの名前は、この王朝の終わり頃に確立されたカルトゥーシュよりも、セレクで囲まれることが多いが、この音歌を持つ、日の出の記号と、バの音歌を持つ倉橋公の記号を組み合わせて、表現される。彼の名前は、 魂が現れると翻訳される。ありがとうございます。